1973年、島根県で勤務先へお土産を置いた女性が行方不明になるという事件が発生しました。彼女の部屋にはお気に入りの愛用品が残され、自ら家出する理由も存在しません。警察は尽力したと思われますが、詳しい捜査情報は発表されておらず、行方につながる証拠もないまま未解決事件へ至ります。そして北朝鮮に拉致されたのではないかという疑いから、特定失踪者問題調査会へ登録されました。女性はどこへ姿を消したのか、何らかの事件に巻き込まれたのか。今回は母親の切ない言葉が記憶に刻まれた増田ひろみさん失踪事件の真相に迫ります。まずは事件概要をご説明します。1973年2月25日朝、島根県鹿屋市郡に千原町、現在の津和野町に住む増田ひろみさん、当時20歳は勤務先である呉服店の裏口に旅行のお土産を置いたまま姿を消しました。島根県警の調べによれば、当日ひろみさんは朝寝坊してしまい、父親の自転車で JR 山口線東青原駅へ送られ、どうにかいつもの電車に飛び乗って勤務先のある増田駅で降ります。裏口にお土産が残されたのは、彼女が店のシャッターを開ける担当だったため、手荷物を置いて開けようとしたからです。当時の経緯は判明していませんが、出勤時間にもかかわらずひろみさんは現れない。お土産が置かれていることから一度立ち寄ったのは間違いないが、いつまで待っても連絡がない。自宅へも帰っていない。そのため心配した家族から警察へ通報されたと推定されます。両親は心当たりの同級生や友人へ連絡、周辺を捜索したにもかかわらず手がかりは発見されません。そして2002年に父親、2015年に母親が他界し、今は姉と中学の同級生で作られた増田ひろみさんを探す会が活動を続けています。では現在までに確認できている事実をお伝えします。ひろみさんは中学まで増田市で暮らし、その後現在の津和野町へ転居。専門学校では裁や洋裁を学び、増田市の呉服店へ就職しました。専門学校もしくは呉服店のどちらか不明ですが、自宅から通えるよう家族みんなで東青原駅の近くへ引っ越しています。自宅2階の部屋にはぬいぐるみや大阪万博のパンフレット、パッチワークの絵も残されたままだったことから、母親は裁縫好きの娘がパッチワーク制作を放り出して家出するわけがないと感じたそうです。その後千羽鶴を折りながら娘の帰宅を祈り続けましたが、体調を崩してからは介護施設で過ごしていました。続いて母親から彼女へ向けたメッセージもご紹介します。大好きなひろみちゃん、お元気ですか？お母さんはとても心配しています。北朝鮮で何をしてるのですか？お父さんもひろみちゃんのことを心配しながらとうとう亡くなりました。この放送を聞いたら連絡をください。待っています。この言葉は2005年10月30日から開始された北朝鮮向け短波ラジオ潮風の中で語られました。解説当初はイギリスの放送配信会社 VT コミュニケーションズへ委託されていましたが、2007年10月29日から茨城県古河市の KDDI の山田送信所に引き継がれています。放送時間は毎日30分から1時間、使われる言葉は日本語、英語、朝鮮語、中国語の4カ国語。放送範囲は北朝鮮全域とアメリカやヨーロッパ、中東やアジア諸国です。主な目的は拉致被害者へ日本が救出に向け努力していること、家族からのメッセージを伝えることですが、この言葉が読み上げられても何の反応も示さず、拉致が事実だとすれば、ひろみさんはラジオ放送を聞ける状態ではない、あるいは聞いたとしてもアクションを起こせる状況ではない、または拉致ではなかったという結論へ至ります。彼女は北朝鮮へ拉致されたのでしょうか？ここからは地理的環境を交えながら検証します。勤務先呉服店は個人店ではなく高島屋に所属した呉服店です。事件当時から移転していなければ住所は増田市昭和町、ただし敷居の高い呉服店ではありません。本店の高島屋は1831年に呉服屋として創業、その後全国さまざまな場所で出店と閉店を繰り返しています。ひろみさんが勤めた当時の状況は把握できませんが、高島屋が重点を置く呉服部門でのみ出店し、百貨店スタイルではなく専門店としての店舗だったと考えられます。
島根県には松江市に一畑電鉄の傘下である一畑百貨店が設けられ、現在の三越伊勢丹と業務提携していました。その影響もあり、大きな百貨店は進出せず、専門店のみだったのではないでしょうか。似たような環境であったと仮定すれば、現在と同じ2階建ての建物で裏口からすぐ店舗へ入れる作りでしょう。だとすれば、工作員が裏口付近に潜んでいたとしても不思議はありません。なぜなら周囲には民家が点在しているものの、田畑も広がり、多くの人の目にさらされる地域ではないからです。増田市の人口は約4万3000人。島根県西部に位置し、日本海と面しています。呉服店の裏口は主要な道路に面しておらず、駐車場に隣接された側道から迎える。さらに呉服店と事務所のような建物によって北、南、西方向は周囲から目隠しされた状態です。もちろん当時の環境とは異なると想定されますが、リフォームされた様子がないため、それに近いと考えれば、ひろみさんを拉致した後の逃走経路もそのまま側道を北上して田畑に出る、もしくは北へ120メートルほど進み、国道191号を西に移動したのではないのでしょうか。呉服店から北東へ約200から300メートル進んだ位置に増田警察署が存在するため、拉致したのであれば警察署の方向とは別に進むはず。仮に当時警察署が創設されてなかったとしても、西へ進んだ先は増田市水戸町にある標高989メートルの春日山から北西に流れる増田川があります。増田川は総延長32キロ、日本海へつながっており、川口周辺にはわずかな砂地も広がりますが、海水浴場ではありません。そのためほとんど人の目につかない。だからといって陸地へ上がれない地形でもないため、この場所からなら北朝鮮へ連れ去ったとも考えられます。呉服店から車へ押し込み、川幅の広い場所からは船で流れに沿って進めば日本海へたどり着く。呉服店の営業開始時間は午前10時からなので、30分前の出社としても9時30分、当日は日曜日で多くの人が動き出す時間帯と考えれば、増田川の移動は難しくなるため夜まで待ったか、あるいは川沿いの道を北上して川口までたどり着いたのかもしれません。次に現地調査の報告をお話しします。これまでの情報から、増田川の川口が工作員の上陸ポイントであるということは確定されています。具体的には、川口から東へ位置する宇野花古墳群の下。宇野花古墳群は高さ約20メートルある半島の上に位置し、6から7世紀にかけて作られました。言ってしまえば崖の上にある史跡です。その崖下にあるいくつかの岩にはペンキで金龍区と書かれた目印が存在し、そのうち一つは右から左へ書かれ、陸地からは読みにくく、海上からは分かりやすいサイン。発見された宇野花古墳群から増田川の川口は距離にして約 3.5 キロ。古墳群へは地元の小学生が遠足で行ったという情報もあります。しかし史跡巡りが好きなら足を運ぶかもしれませんが、それ以外に行くような場所ではなく、普段はひっそりしたところです。そういう前提を踏まえれば、工作船を隠すには最適かもしれません。ひろみさんの拉致がどのような状況だったかわかりませんが、川口か古墳群の下のどちらかから北朝鮮へ連れ去られたという可能性が濃厚です。今にして振り返れば、1982年山口県長門市小海島の先端へ工作員が上陸した時と同じパターンでしょう。本番前に地域へ潜入して情報収集した工作員により上陸ポイントが絞られたのではないでしょうか。そうでなければ何の情報も持ち合わせない工作員が人の目に触れない場所を選べるはずがない。身を隠せる上陸ポイントを瞬時に判断できるわけがないのです。気になる情報としては、1981年7月、増田市の海岸で友人と遊んでいた小学3年生の女の子が木造船に乗った2人の男と出会っています。そのうち1人に棒を持って追いかけられ逃げ切っていますが、男は作業服で意味不明な言葉を話していました。7年後の1988年、高校生になった女性は自分を追いかけた男を増田駅前で目撃していることから、ひろみさんも工作員に拉致されたと考えて間違いないのではないでしょうか。現在は北朝鮮に拉致された疑いを否定できない特定失踪者として
自治体や島根県警のホームページに取り上げられていますが、どれほど情報提供を募る言葉を並べてもこれ以上集めることは難しいと想定されます。もう北朝鮮とは交渉できないのでしょうか。ここでは現実的観点から考察します。拉致を実行させたのは2代目最高指導者キム・ジョンイル、現在権力を握るキム・ジョンウンの父親です。拉致の始まりは1970年代と言われており、その時彼はまだ生まれていません。キム・ジョンウンの誕生は1984年、1988年大韓航空機爆破事件の際でも4歳、小泉元総理が訪朝した2002年の日朝首脳会談当時は18歳ですが、情報統制の厳しい北朝鮮において父親が行った犯罪は知らなかったのではないでしょうか。無論雰囲気で察する部分もありますが、どこまで把握していたか明らかではありません。何人の日本人を拉致したのか、どのように扱っていたのか、彼に忖度する朝鮮労働党の幹部によって耳障りの良い情報しか挙げられず、真実が伝わらないまま現在まで至った。そのため父親が命令した拉致の実態全てを確認できているとは限らない。自分が関与していない問題だから意識が向かないと感じていれば、日本がどれだけ会談を申し込んだとしても受け付けてもらえないでしょう。キム・ジョンウンからすれば自分が命令して拉致させたものではない。父親が過去に犯した犯罪だとしてもすでに終わったこと、今になって蒸し返されても自分には関係ないと思っているかもしれません。しかも日本政府には北朝鮮との接点を持つ人物がおらず、外交を持ちかけることすらできていないと推定されます。水面下で交渉していれば別ですが、ネット社会の現代でどこからも情報が漏れ聞こえないことから想像すれば、希望を失わせるようで心苦しいのですが、全く解決に向かっておらず、表面上の呼びかけで国は頑張って活動していると見せかけているだけのようにも感じられます。つまりひろみさんの失踪が拉致だとすれば、日本への帰国は叶わない確率が高く、これ以上の足取りを追うのも難しいでしょう。最後に一つ、工作員はどこで彼女をターゲットに選んだのでしょうか。事件は今から50年前に発生しているため、細かい情報もありませんが、最初にひろみさんに近づいた工作員は女性で、専門学校の学生や呉服店の客を装ったかもしれません。丁寧な言葉遣いに物腰の柔らかさ、着物を取り扱うからおとなしい女性だろうという先入観のもと、その情報を実行部隊へ伝え、実際に拉致を行動したのは男。これまでに何度か目撃されている2人組の工作員と想定されます。彼らは入念に出勤時間を調べ上げ、ひろみさんが一人になるタイミングを監視していた。それが1973年2月25日の朝だった。一部事件発生を3月頃とする情報もありますが、全ての情報が古いためどれも正確性は計り知れません。表の道路から見えない裏口は連れ去りに好都合だったでしょう。そこから増田川の川口へ行き、北朝鮮へ連れて行かれたと結論付けられます。この事件は許されざる人権問題ですが、国は毅然とした態度で外交してほしいと願うばかりです。増田ひろみさんが発見されることを心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか。